ここで入れてくる。ローズ、マブンが体を張る、バウンドパス、セーファービー、決めてきました。ここでブザーが鳴りました。滋賀が2点返して第1クォーター終了となりました。比江島、佐藤が追っかける、比江島、比江島、あ、ブロックショット、アービーのブロック、そしてファストブレイクだ。斉藤、ローズ、アビーだ。いやー、シファービー後期あのところでしっかり打っててスコアできたというところで、あの試合展開あの五分五分かなというところです、ね、さあ中、このシュートが決まりました。いい前半戦だったと思います。はい、第1クォーター後半は逆に滋賀、島根が動ける展開。三原切れ込んでうまくキープをした田代、シュートブロック、セーファー、そしてファールになりました。野本からウィリアムス、ウィリアムスに今3枚行きました。シェーファーのブロック、どうだ、まだシガボールだ。谷口からシェーファー、決めてきました。いいとこに合わせてきましたね。はい、ウォーカーが仕掛けてきましたね。仕掛けて最後はシェーファーのダンク。アクチェンバースもディフェンスいいですからね。ここも中に通ったが、うん、ここはバスケットカウント。まあ外を、まあ、当然外のシュートを抑えに行くのはウォーカー、ウォーカー、そしてシェーファービー後期、そしてバスケットカウントだ。見事なシュートでした。そうですね、あの上手にこうバックシュートに持っていったところが良かったですよね。そうですね、非常にこう素晴らしいですよね、はい、中ここも入れた、ブロック、そしてここはシガボール。シェファービーコート行ってもいいと思いますね。ウザーがつく、ウザーがつく、いいと思いますね。ここはアビー勝つか、アビー勝った、バスケットカウント、いけましたよ、いきましたね。さっきのリバウンドのお返しですね。はい、よくやりましたね。シェファービーコート、ウザーとの対戦、うん、アタックすればいいと思いますね。いいんじゃないですか。アタックしましたよ。はい、いいですね。シェファービーコーキー、なんとか持ち直してパス、カリマタ、カリマタ決めた。ウォーターがスタートします。シガボールからスタート、まずは中村航平、まあ、そしてシェファービーコーキーのところ、このリング下の攻防、いや中村選手、シェーファー切れ込んでいった、見事なダンクだ。まあ、モンタナ大学から海外リーグを経験して高さがあります。エアーズ体の当て方とかね、うまいですよね。そうなんですよね。いいですね。あ、ここはいいコンビネーション見せました。張又コントロールしてリバウンド取る、このリバウンド取りたいですよね。そうですね、としては。あ、そして谷口が決めました。シェファー、シェファービーコキ、うまくかいくぐった、アレックスカートをかわしましたね。一定的に東京はディフェンスをやってますよね、はい、このようにボールに対して激しくいっていますが、ここはかわした、そしてバスケットカウントと見せました。そうですね、あのこういうプレーは本当に成長してるんだと思いますよね。ここもワンテイク置いて、ここはよくカットした。さあ2対1の状況だ、そっちでシェファービーコーキー、そしてようやくこういった速攻がありました。滋賀、ここも斉藤がよく見ていました。アレックスカークの隙を突きました。前田、うまく中に入った、これも谷口。さあ今度はオフェンスです。中に入れた狩野、決めてきた。ここはシェーファーから狩野でした。先ほどの第2クォーターの津山のシュートは2ポイントということになっていましたので、今日初めてのスリーポイントシュートが決まりました。